スクーバ380スクーバはアイロボットが開発したフローリングを磨く自動ロボットである。2005年12月のクリスマスシーズンに399.99ドルでごく少数が販売され、2006年になって本格的な販売が開始された。299ドルのスクーバ5800が2006年後半に登場した。スクーバはクロロックス社製の漂白剤を使わない特殊な 洗浄剤を採用している。ゴミを吸い取り、洗浄液を噴出させ、床をこすり、汚れた洗浄液を吸い取る。硬くて水漏れのしない床面であれば、木以外の材質でも使える。ただし、絨毯には使えない。スクーバは、絨毯や階段を避け、洗浄液をタンクに満たした状態で、約200平方フィートを磨くことができる。アイロボット社は、スクーバの前に、 掃除機ロボットルンバを開発している。タンクには約1リットルの水煮にフロリダオンスの洗浄剤を混合させた洗浄液を入れる。スクーバには約4回分の床磨きに十分な量の洗浄剤が付属している。追加の洗浄剤は32フロリダオンス入りのパックを5個または9個まとめて販売している。主な原料はポリソルベート20とエドタである。 大体として巣を使うこともできる。スクーバ五5900は一度に約500平方フィートを磨く。スクーバ五5800は約250平方フィートである。充電時間は一定しないが大体数時間である。ありがとうございます。